どうもいのエマです。ノーミルク、佐藤でございます。さあ、今日は J リーグの話題なんでしょうかどうなんでしょうかということで、みんすね、すでにサムネで押していただいてるわけですからね。これもったいぶり必要もないんじゃないかと思いますけど、はい、サッカーをもっと楽しむためにということで、ミルクサッカーアデミー、今日もこちらでございますと。鹿島の大変貌考察、諦めていない岩政ブランのつなぎ。いやー、お願いいたします。<laughs> お願いいたします。去年ね、はい、鹿島といえば、まあ、初戦勝利いたしました。うん そうです京都三合戦に勝利した鹿島アントラーズですけれども、ただ、キャンプの時に、実はほとんどの試合で残念ながら、しかも得点できずに負けてしまっていた。いろいろ言われてましたけども、はい。そしてキャンプの時にやってたやり方とは、まるで違うやり方を京都戦でやってきたっていうところがあったので、現実志向というかね、やってたんじゃないかなみたいなふうにも言われましたけど、どうなんでしょうね、そっていうところ、今日は僕の力プラス、エルゴラさんのお力もお借りして、レビューしていきたいなと思いますね。 ということで今日は8枚ぐらい作ってきましたのでいきましょうお願いいたしますお願いしますろんな話題で国内会の話題で最新情報出してますでチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますお願いしますありがとうございますエルゴラさんもよろしくお願いしますお願いしますてことでもうまさみ皆さん結論いっちゃいます結論1はい元から岩政プラン A はハイプレス型だったんじゃねえかなと佐藤は思っておりますこれは何じゃあトレーニングマッチとかではうん 鹿をかぶって、猫をかぶってたってことですか <laughs> なんで今言い換えたんだよ <laughs>。<laughs> 要は、岩正さんって、あの、確かに去年の途中から監督になり、はい、でフルシーズン通してやるのは一応今年が初めてにはなるけけで、一年前思い出してみましょう。はい、バイラーさんって方が監督やってたじゃないですか。レネ,レネさんね。はい。ただ、一年前は今より全然そのコロナの猛威がすごくてうん、そうでした。 来日遅れたんですよね、<ー>バイラー監督広島のスキップさん。そうですね、思いせばそうでした。うん。あ、実質岩政監督がね、そう。やってたという。だから思えば、一年以上前から岩政さんはこのチームにいるので、はい、なるほど。鹿島という今のチームがハイプレスでやれるってことは、分かった状態でキャンプ始まったんです。うん、なるほど。ってことは分かった状態のものを、そこから積み上げたところで新しいことはやれないんだから、うん キャンプの間はハイプレスできるって分かってるから違うこともやってみようぜってのをトライしてたと思うんですよ。ーーねえ、こう、あくまで先生の仮説ですけどもね。ありえるんじゃないかなと。重要性はありますよね。ってことではい、はい、結論2です。はい。だからやってきたのは、キャンプでとりあえず積み上げようとトライしてきたのは、うん、プラン B のビルドアップのスタイルだったりだとか、うん、そこからのプラン C で書きましたけど、<ー>まあ、ポゼッションというやり方だったんじゃないのかなと思いますと。れただ、我々は、うん。 今年の鹿島は B と C が主流だって思わせられてたのかもしれない相手人も,も。そうです。もちろん。ね。ああで正直、ただやってみた結果にこれ岩正さんがすでにもうインタビューで答えてるからなんですけど、キャンプでやってみたけど、思えばここにちょっと答えあったんですよね。はい、キャンプ終わった中で言ってたんですよ。はい、あのやってみたけど、ビルドアップは去年よりは確かに改善はできたと。ただ、今年1年間やり抜いても自分たちの武器になるところまではいけないだろうとも言ってるんですよ。あ、そうか。 って思えばその中で、あじゃあプリス結構あるかもなって思うべきだったのかもしれない。それこそ、相手チーム、開幕の相手チームの京都とかよりそうだったのかもしれない。ってやって、えー、身につけてきたというか、開幕戦のメンバーが、こんなメンバーだったわけです。左京都ですけど、うん、まあ右側の、えー、鹿島のメンバーが開幕戦はこんなメンバーでした。これは並び的にはミラーですね。そうですねはい、はい ただ、実はこの京都のメンバーを、ちょっとこれ、対象にしても、まだちょっと腑に落ちない方もいると思うんですけど、はいうん、ちょっともう一話見ていただきたいものがありまして、こちらでございますと、はいはい、左がキャンプ地の鹿島、うん、右が京都戦の鹿島です。う中盤の並びが違いますね、逆さんと。そうです。はいはい、まず一個目違うのがね、マーさ皆さん、うん、左サイドバックです。あ<ー>キャンプは佐野海中なんですよ。はい,はい、はいはい で、ボランチ二人が樋口ピトゥカで、うん、で、あと、ユーマがいて、あとは、まあ、左、まあ、左、右に藤井智也選手ですけど、左、主にね、藤井選手、松原選手がやってたりだとかありましたと。ね、と先生の今までのロッチ左は、だから、ビルドアップ志向だってことですか、うん、そういうことですね。ははははというか、いわゆるこのやり方でやろうとしたのは、うん、要はね、左って、うん、アリシヒの川崎フロンターレです。はぁ、あ。 要はこれ何かって、知念は知念です。はい、川崎なので。なるほど。ほどはい。で、荒木は要は、こう来るので、うん、右サイドなのに左まで来ちゃうこと言ったら、家長さんですね。はいはいはい。はいはい、で、佐野さんはちょっと違うけど、要は旗手くんみたいな感じ。なるほどね。うん。で、藤井松村は要は三笘くんです、うん。なるほど。で、鈴木優馬選手がれ田中碧選手のまあ見たれ、ね、役割をやってたんじゃないかっていう形ですね。うん、なるほどね。 でそれでボールを回していきたい。<ー>そして、左サイドからこうアイソレーションアタックなんてことをやりたがっていたってのはり、J、リーグで強すいジャパニーズビルドアップロー完成形というか、そういうところはちょっと目指したんじゃないかと。そうですね。はいはいはい。ただ、それで問題になったのが、うん、あの要は自分たちが攻撃するとかっていうふうになったときに、はい、やっぱユーマさんはリンクマンでもあるけど、やっぱ前線のプレイヤーなんてちょっと前行くじゃないですか。リンクマンにもなられるけどね。うん。 え、ひぐさんとピトカさんって確かにボランチでもあるんだけど、潰し屋系ではないじゃないですか。はい。だから彼らも、ちょっと前行くんですよ。じゃあこのボランチライン誰やんのって話じゃないですか。確かに。佐野くんがやるんです、全部。はいはいはい。左サイドとボランチは全部佐野くんがやるんです。殺し込んできたってことなんですね、キャンプで。はい。ただね、まさん。皆さんも。佐野くんがじゃあ真ん中行きます。はい。これ、左サイド誰が、今までだったら誰かがサポートサポート来たけど。ね、確かに。1枚足りなくなっちゃう。 だ結局、あの、水戸線とか茨城サッカーフェスティバあったでしょ、うん、ここから2失点してるんですよ。ああ、そうなんですね。これがうまくいかなかった。理由の1つビルドアップ仕込むもんかったんだけど、別にそんなに悪くなかったんだけど、<ー>要はみんな前に行きが、行き,たあ<ー>行きがったりとかするから。ここが空いちゃうっていうのは想定済みで、なんか対処はしてないわけはなかったと思うんですよど。と思うんだけど、っっね、そうなんです。サポートがちょっと足りなかったっていう状態が生まれてしまったっ。 なので右側の現実思考に落として込んできたんだなと思った感じではありましたね。自、うん、はね、まあ言うても。はい。絶対に勝たなきゃいけない。 そうですね。すねはい、はい。まあちょっと今言っちゃったんだけど、はい、ってことであの、ミトセの時がまあこんな感じでしたって。はい。今言った通りでしたけど、まあユーマがこう前に行って、こう地面とダブルプレスに行く。うん、で、相手のボランチがちょっと引き込みがちになったところに対して、樋、はい、口ピトカも行ってしまうって、はい、なって真ん中がめっちゃくから、佐野選手のところ、佐野選手が真ん中にずれたところを、相手のこうブログボールだとか来て、うん、まあいわゆるね、一人ずつこうずれてずれてみたいなことが起こって、うん、点が取られちゃったってことがありました。えーうん それが問題点でした。なるほどね。でも要は、この佐野くんが真ん中にさえ、最初からずっといてくれれば、まあ問題ないんじゃねえかってところで、やってきたのが、こちら、京都戦でしたと。うん。この京都戦なんで鹿島が勝ったのかと言われたら、はい、ハイプレスが効いたとかいろんなこと言ってますけど、みんな。えー、一番すごかったのは、正直この縦ラインの二人、鈴木優馬佐野海舟という二人でしたもんはい。皆さんも。 これ何したのかというと、これはまあよくある話なんですが、うんはい、これあのー、こういうね、ビルドアップを相手がやるよっていうふうになってきたら、うん、センターバックとキーパーとプラスこのアンカーの先生が落ちていくみたいな話。はい,は,いはい。キーですよね、このやつ、ね。そうです。はい、考え方。ことで、それを分かっていた元欧州組鈴木優馬、まうん。はい。そんなことは折り込み済みです。うん ちょっともうハリー・ケイみたいな感じでしたけど、背中でこの川崎壮太選手も徹底マーク。はいはい、これ難しいけどね、できる人はできちゃうんですよね。そうなんですよ。で、それだけ、本当だったら、ただ、センターフォワードなんて普通こっちじゃないですか、行くの。うん。井上選手、浅田選手も。そういうパス出させるために詰める役が多いですもんね、全部。そうなんですよ。はい。岩正さん、面白いことやってきたのマまさ。うん。要は、ネンも、優マも、藤井も、いくかも、樋口も前に行きたがるんだよね。はい。 だったら、ゆうまにだけ頼む、ちょっと下がってくれって言って、川崎総統をつばせました。で、井上浅田の、じゃビルドアップチームに、誰が行ったのかというと、なんと、ウイングの知念。ウイングの藤井が真ん中にやってきて、センターバック押さえました。すサイドバック空いちゃいますよ、そうなると。っていうところに、なんと、まあ、これ、安西の場合もありました、ありましたけど、菊池口。ちゃんと。ピトゥか。ちゃんとつける。そうなんですよ。 で、そうなると、じゃあ唯一残ってるのが、インサイドハーフにパス出せばいいじゃんって話になるでしょいしちゃいませんかこれ。のか一周。さすが。さすがの守備範囲ですかそうですね。<ー>あの、これ途中何回かの、顔抜かれてたな、実は。そうですけど、はいまあ、ね。鈴木が切れてるサイドもあるしね。 そうなんですよね。あとは、もう一個来る、佐野くんだけじゃこう、あ、無理だなっていう時には、<ー>樋口選手がいわゆる福岡新平選手側に来て、はいはい、安西選手が上がるなんてことが起こったんです。これじゃあなんでできたのかというと、あの、佐野選手があまりにも守備しすぎて、はい、あの、上田さんと関川選手の地上戦デュエル回数が異常に減ったんですよ。はい、佐野くんが勝っちゃうから。あ、引いてるんだな、J1 でも、がっちり。そうなんですよ。はい で、あとはもう、この三人だったら、おね、この木村、山崎、豊川っていう、この京都の三人だと、うんうん、ドリブルで持ち運んでくるのが上手い選手は木村選手なんですよ。はい、大卒ルーキーの。はい、そこを常本くんが徹底マークしたことによって、なるほど。あとこっちはもう、デュエルすればいいじゃないですか。うん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 。で、そこを抑えたってところがあったんで。なるほどね。そうなんですよ。しっかりこれ誰が誰につくみたいのがある程度整理されてたってことですね。そういうことですね。はい。 これがうまくいってプレスで奪っちゃった。あの、はい、で、ただ、京都としてはもともとここ、キーパーって若原選手じゃなくて、うん、あの、ボールの次がはちゃめちゃにうまい、あの、上福本選手。はい。だったじゃないですか。川崎、はい、に行っちゃいましたからね。そうなんだ。あとは、はい、もう一人、どんなボールでも収めることでおなじみ、ピーター・ウタカという男が最前線にいたんですよねはい、はい。なるほどね。その二人が、柱としてしっかりやれてたっていうところなのか。うん その二人がやっぱ抜けたことがちょっともしかしたら影響したかなと思っていて、井上選手も浅田選手もちょっとあの安定的なというか安全性の高いパスを出すようになっちゃった。もしかしたらちょっとこう危険性のあるパスでもこうバシッと出してたら、鹿島のプレスも崩れたかもしれないんだけど、それができるような状況じゃなくなった風に、もう鹿島がもうプレスでやっちゃったので、京都としてはなかなか難しくなったのかなっていう展開でしたね。で、しかもそのプレスから1点も取ってるしね。はい。 あの浅田選手のパスカスタラーった優馬選手から知念選手が決めた中でもありましたから、それが鹿島は効いたのかなというところでございましたなるほど。うん、いやなるほどですね、これ、両チームのサポーターもね、ねいろいろ思ったところあったと思うんですけど、うん、鹿島、サポーターとしてはね、ちょっと胸をなで下ろしつつ、今後にいきたいということもありますし、はい、京都もね、しか,か戦えたという意味ではね。そうですね、だから、えー、もうちょいチャレンジングなパスを、たぶん、長期時間とか、やっていいよっていうのをアピールしてると思うので。 次からもっとチャレンジングなパス出てくると思うから、ね、そこ見てほしいと。わかりました。で、最後に出すといいですかはい。鹿島は、ただ岩政監督、なんとなく何個かのシーンで僕思っただけなんで、ただの妄想かもしれないんだけど、岩政監督がやりたいビルドアップがちょっとわかりました。えーはあ、ちょっとね、日本だとあんまりやってないです。はい。ちょっと見ていただきましょう。はい。ドン。ポゼッション・オブ・フォースマンコンセプト。 フォースマンコンセクト、4人目の男。はい。はい、そうなんです。うん、あの、これ何かというと、これあの、ヨーロッパでちょっと言われてるようなやり方なんですけど、はいはい、例えば自分三、ね、3人目の動きをイメージしろみたいなの言われますけどね。そうなんですよ。はい、多分岩政監督ビルドアップ、ちょっと一個難しいことをさせすぎたかもしれません。はい。それがビルドアップできなかった原因かもしれないんですけど。なるほど、高すぎてってことですね。そう。まず1試合目だから、はい。そう、ビルドアップの時にじゃあ、カシマ何するかというと、うん まずあの、自分たちのサイドバックが大外にまず開きます。はい、バルそれによって、はい、対するウィングも、だからある意味このビルドアップの話の中から除外させるって感じですね。はい、はい、はい。はいはい、で、もう一人やってくるだろうセンターフォワードの選手を片方のセンターバックが止めることによって、うん。一、うん、人のセンターバックがこう、ボール持って持ち上がる形にします。なるほどね。はい。その時にインサイドハーフとボランチの選手と、 鈴木優馬選手が前からダダッと押してくれることによって、一つ目のこのひし形を作ります。うほで、関川選手はパス出すのこの近場の選手じゃなく、降りてくる鈴木優馬にパスを出しますと。でもそのパスを出された優馬選手のもとには基本的に誰かがこうついてくる形になると。もちろんね。はい。うん、なんで、優馬選手がくるっとすぐ後ろ向いて、 え、もう一人このね、ダイヤモンドとかこの菱形作ってる片方の、え、選手のところにパスをポーンと出しますと。はい。はい、で、そうすると、もう一人この相手チームはインサイドハーフいるけど、はい。この佐野選手からしたら、もう一人ピトカ選手っていうのがパスコース近いので、だいたいもう一人のこの例えば武田選手とか、このピトカ選手のところにこうパスコース消しに行く,くとかてあるんですよ。はい。するとよく見ると、アンカーの川崎選手がこうずれていて、佐野選手からするとあ、うん、あれあら あら前が空いてますよそうなんです。はい、そこに藤井選手が斜めに、こう、スピードある選手が走り込んでいけば、センターバックの選手の間を抜けるってやり方ね。ねうん。もうパン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 っていう形ですね。この四人目、ダブルのこの4人目の動きっていうところが、おそらくでは岩政監督がやりたかったんじゃないかななんとなくだけどつけてみたところがあったので。 ちょ今後どうなるか分かりませんけど、どちょっと楽しみにしておいていただけたらなと思っております。面白かったですありがとうございます。とういうことで、そんなエルゴラさんの話とか、こういうところね、エルゴラさんでもいろんなことが話できるよっていう、はい、話書いてあるよっていうところありますので。メーカー3種類、そしてこぼれ話のね、プレイヤーとかも楽しみ。そ,そしてアプリが楽しめる J リーグメーカー。ね、そうなのよね,ね。そしてエルゴラさんからもゲスト来てもらいたいですね。 そうなんですよね。りますよ。あと今年ね、エルゴラさんはあの J1 編、J2、はい、編だけじゃなくて、はい、各チーム版っていうのも新たに登場したってところがありますので、そ、うん、ちらも皆さんちょっとね、お買い求めいただければなと思っております。よろしくお願い,いたします。行っちゃおういます。今,今日もありがとうございました。チャンネル登録ありがとうございました。ありぜひよろしくお願いします。詳しくは概要欄見てね、井上マーでした。ノーミルク佐藤でした。いじゃあねー。まったねー。